はい、プレーボールの前球人です。第2次戦力外期間が終了いたしました。日本シリーズも終わって、まあ、この後ね、育成落ちはもしかしたらちらほら出てくるかもしれないんですけれども、まあ、リリースという形はですね、もう終了いたしました。そんな中で、需要がありそうな外野手ですね。まあ、今年はね、結構いい外野手がいたんじゃないかなというところでございますので、ご紹介していきたいと思います。それでは見ていきましょう。どうぞ。はい、まず一人目は中谷正弘選手、プロ12年目の選手です。出身地は福岡県、1993年1月5日生まれ29歳。187センチ、94キロ、ポジションは外野ファースト守る右投げ右打ちの選手です。2010年ですね、ドラフト3位指名の選手で、初めは阪神に入団します。今季年俸は2000万円ですね。中谷選手は阪神では初め捕手として入団したものの、すぐに外野手に転向。2軍で経験を積むと5年目の16年に、1軍で64試合に出場。さらに翌年の6年目には、レギュラーをつかみ20ホーマーを記録し、規定打席にも到達しました。しかしそれ以降は徐々に1軍での出場機会が減少していき、2021年7月にトレードでソフトバンクに移籍となりました。そして移籍2年目の今季もわずか16試合の出場にとどまり、第2次戦力外期間で来季の契約を結ばないということが発表されました。はい。中谷選手ですね、まあ、阪神でレギュラーを掴んでいた時期もあった選手ですね、まあ、阪神の生え抜き選手による20本塁打達成はですね、2009年の鳥谷選手以来の出来事だったというところで、まあやっぱね、かなり期待されていた選手でございました。ただね、なかなか阪神ではそれ以降活躍できず、ソフトバンクに移籍していたんですけど、通算で見るとですね、439試合で2割3分1031打数の237安打38ホーマー6盗塁オーベース0.676という成績でございます。ある程度ねやっぱ実績はある選手かなっていうふうには思いますし、戦力外に出てくる選手としてはですね、まあね、それなりのものがあるのかなっていうふうには感じます。ただ今季の1軍ではですね、16試合で2割1分4厘28打数6安打1ホーマー OPS 0.626 という成績です。なかなかねこう使用機会っていうのが巡ってこなかったというところですね。で2軍でもですね、76試合で2割1分1厘42安打4ホーマー OPS 0.629 という成績です。まあウエスタンリーグでですね、いい成績をずっと残していた中谷選手なんですが、今季に関しては2軍でもちょっとね成績が残せなくなっていたというところでございますので、まあそれもあってねリリースということになりました。まあただやはりですね、実績っていうのは非常にある選手ですし、まあ一定の守備力もありますよね。年齢もね29歳、もうすぐ30歳にはなるんですけれども、まあまだまだぐっと衰える、年齢ではありません。まあセンターライトと守れて、まあ20本打った実績がある選手と考えればですね、まあどっかこう獲得に乗り出すところがあってもおかしくないのかなっていうふうには思いますので、まあどうなるのかと。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いては真砂勇介選手、プロ10年目の選手です。出身地は京都府、1994年5月4日生まれ28歳。185センチ85キロ、ポジションは外野右投げ右打ちの選手です。2012年ドラフト4位指名でソフトバンクに入団。今季年俸1400万円ですね。真砂選手は高卒で入団してから2軍で経験を積み、5年目に1軍デビュー。しかし翌年以降は選手層の厚さもあり、2軍で結果を出すものの、なかなか1軍でのチャンスが巡ってくる機会は少なかった。それでも20年には守備走塁が評価され、50試合に出場し、少ない打席数の中で結果を残すと、昨年は自己最多の79試合に出場しました。しかし今季は状態を落とし、2軍での調整が続き、第2次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないことが発表されたということでございます。はい、真砂選手ですね、非常にポテンシャルが高くですね、まあ右の柳田としてですね期待されていた選手でございました。本当にね、毎年毎年ブレイク候補に上がっておりましたし、まあその一方でトレード候補にも上がっていた選手でございますが、まあついにリリースされてしまったと。で通算成績は180試合で2割1分9厘46安打3ホーマー OPS 0.579 ということで、まあ1軍ではねなかなか結果っていうのが残せておりませんでした。で今季に関してもですね、29試合で0割7分1厘28打数の2安打 OPS 0.143 ということで、まあ今季もね、やっぱかなり打てていなかったというところでございます。ただ一方で2軍ではですね、71試合で3割1分76安打8ホーマー8盗塁 BBK 0.63 OPS 0.856 ということで、まあ今季もしっかりと2軍では成績残しているということですね。まあウエスタンですね、打定のリーグでございますので、まあこれだけですね安定して成績残しているっていうことは、まあまあ打力っていうのはですね、ある一定のものはあるのかなっていうふうに思いますし、昨年もね1軍である程度出ていた選手でありますので、やっぱ使用機会っていうのをしっかりと与えてあげれば、それなりにやっ
ってくれるんじゃないかなっていう目算はつくんですよね。で、正子選手に関してはやっぱ永谷選手と同じくですね、守備力にも定評があります。まあ、センターも守れる選手、年齢も永谷選手より若いというところになりますので、そういうところをですね、まあ見ていくと、支配下で獲得するよっていう球団もあっても全然おかしくはない選手かなっていうふうには感じますよね。まあ、本当トレードで狙っていた球団も多いんじゃないかなと、現役ドラフトに出てきてもおかしくはない選手だっただけにですね、まあ右の外野手、まあ特にセンターがいない球団っていうところにはですね、こう結構ですねフィットする選手かなっていうふうには感じますが、では続いて見ていきましょう。はい、続いては岩見正樹選手、プロ5年目ですね。出身地は滋賀県、1994年7月10日生まれ、28歳、187センチ、108キロ、ポジションは外野ファースト、右投げ右打ちの選手です。2017年ドラフト2位指名で楽天に入団、今季年俸が750万円ですね。6大学でリーグ新記録の年間12本塁打を記録し、鳴り物入りでプロ入り。1年目から2軍で好成績を残し、1軍昇格するも24打数ノーヒットでシーズンを終えることになりました。その後もなかなか1軍で結果が残せず、20年に初ヒットを放ったものの、昨年はわずか1安打に終わり、オフには右肘のクリーニング手術を受けたことが発表。今季も主に2軍での調整が続き、第2次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないことが発表されたということでございます。はい、岩見選手ですよね。まあ、慶応のスラッガーとしてですね、まあ、ほんと期待されていた選手でございます。まあ、プロで何本ですね、ホームランを打つんだろうっていうところでもあったんですけど、まあ、なかなかですね、こう一軍の壁っていうのは厳しかったと。で、通算で見ていくとですね、35試合で1割4分7厘、75打数11安打1ホーマー、OPS 0.422 ということで、まあ、やっぱね、ちょっと厳しいものがあるのかなっていうふうに思います。三振数も多いですし、フォアボールもなかなか選べていないっていうところがですね、まあ大きかったのかなと。はい、でさらに、今季の一軍成績に絞って見ていくと、3試合で2割8分6厘、7打数2安打、OPS 0.714 ということで、まあ2安打は放っているんですけれども、まあそもそもですね、打席の機会っていうのがほとんど与えられていなかったと。で、2軍の成績見ていくとですね、55試合で2割9分8厘、25安打2ホーマー、OPS 0.818 ということで、まあ2軍ではそこそこ打っているんですが、まあやっぱね、出場機会っていうのが少ないと、55試合に対して93打数しかないというところになっておりますので、まあ2軍もね、若手中心の起用っていうところが続いておりましたので、こうフルで出場っていうのがなかったと。まあ代打で出ていくか、まあ DH で、まあ途中から入るか、途中までかみたいなね、起用が多かった印象でございますが、まあでもね、2軍では安定してずっとね、毎年成績を残している選手ではありますので、まあどっかの球団がですね、やっぱまあ打力っていうところはありますし、慶応っていうところもありますので、彼のですね、ポテンシャルを見出して獲得してくれればなと。まだね、20代でもありますし、まあただその場合はですね、ちょっとパリーグ以外は厳しいのかなっていうのもありますよね。岩見選手、先ほど見ていた中谷選手、正子選手らと違ってですね、守備力はない選手なんですよね。まあファーストが守れるっていうところはあるんですけれども、まあ基本的にはレフと、ファーストというところで、まあ、守備もうまくない。だからこそですね、なかなか出場機会っていうのが得られなかったっていうのもありますよね。まあ、そんな中、やっぱ DH のないセリーグはなかなか厳しいものがあるのかなっていうふうに思いますし、まあ、あるとすればパリーグの球団かなというところではありますが。はい、では続いていきましょう。はい、続いて4人目は西村亮選手、プロ5年目の選手です。出身地は滋賀県、1996年2月21日まで26歳、178センチ、84キロ、ポジションは外野手、右投げ右打ちの選手でございます。2017年ですね、ドラフト5位指名でオリックスに入団、今季年俸は1000万円ですね。高卒社会人で入団した1年目はですね、2軍で3割8厘をマーク、1軍デビューも果たし2ホーマーを記録しました。2年目からはですね、打力を生かすため最初は捕手としての入団だったんですけれども、外野手にコンバート。しかし、その後は2軍で結果を残すものの、1軍での主要機会に恵まれず、昨年もわずか13試合のみの主張にとどまっておりました。そして今季も2軍で打撃好調で、終盤には1軍の起用も増え、クライマックスにも帯同したものの、第2次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないことが発表されました。はい、西村選手ですね、高卒社会人スバルからですね、入ってきた選手でございました。で、やっぱね、こう打力が売りの選手ということで、まあ期待されておりました。ただね、こうなかなか結果っていうところに繋がらなかったというところですね。で、見ていくと、通算ではですね、1軍では108試合、1割9分2厘、186打数の55安打5ホーマー、 OPS 0.547 という成績でございます。
で、今季は16試合で1割3分3厘、45打数6安打、OPS 0.441 ということで、まあ、終盤にね、1軍に呼ばれていろいろ起用とかもあったんですけれども、やっぱね、この成績だと厳しいものがあったのかなっていうふうに思いますし、まあ、オリックスの選手層からしてですね、なかなかちょっとね、若い選手も多いですし、まあ、上のね、層の選手っていうのも多かったので、まあ、誰を切るかとなったら、まあ、西村選手になったのかなっていうふうに思います。ただ一方で、2軍成績見ていくと、41試合で3割3厘、27安打2ホーマー、OPS 0.867 と、BBK は 2.44 というですね、驚異的な数字を残しております。まあ、やっぱ西村選手ね、しっかりと2軍でずっとね、打っております。ウエスタンリーグは、まあ、打点のリーグというところになりますので、まあ、そこでね、安定感のあるバッティングっていうのは、やっぱ魅力的ですよね。で、さらにですね、彼の魅力としては、今季ですね、対左投手としての需要っていうのがね、オリックスでもありました。こう、左ピッチャーに対して積極的に起用されるっていうところがありましたので、まあ、そういう意味では、他球団から見てもですね、そういう選手っていうのは欲しいところっていうのは多いのかなっていうふうに思います。ただ、長打力に関してはですね、そこまである選手ではありません。どちらかというとですね、アベレージ、ミート型の選手でございますので、まあ、そういうところはですね、他の選手と比べて、やや見劣りはするかと思うんですけど、まあ、それでもですね、年齢的にもまだ26歳、27歳になる年齢ということで、まだまだ若いですし、全然チャンスはあるかなっていうふうに思います。右打者っていうところも貴重ですし、まあ、2連覇していたオリックスではなかなかね、こう、出ていくっていうのが難しかったんですけど、まあ、他球団ならまだまだですね、できる選手かなっていうふうには感じますが。じゃあ次が最後ですね、見ていきましょう。はい。では最後ですね、宮本周明選手、プロ5年目の選手です。出身地は熊本県、1996年7月24日生まれ、26歳。180センチ、83キロポジションは外野、右投げ、左打ちの選手です。2017年ドラフト7位指名で DeNA に入団。今季年俸865万円でございます。高卒社会人で入団した1年目は2軍で好成績を記録し、1軍にもですね、21試合に出場、さらに奥には主要試合を増やすために、内野から外野にコンバートされました。しかしそこからはなかなか1軍での主要試合が訪れず、昨年もわずか11打席に留まっていた。それでも今季は2軍で打撃向上と、成長を感じさせる活躍でありましたが、1軍では結果が残せず、第2次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないことが発表されてしまったということでございます。はい。まあ、宮本選手ですね。修学館からパナソニックに、行って、そこから DeNA に入ってきたというところで。まあ、社会人卒の5年目なんですけど、まあ、高卒だったっていうこともあって、年齢はね、26歳ということで、まだまだ全然若い選手ということでございます。で、成績見ていくとですね、通算では1軍で92試合、1割7分1厘、76打数13安打、3ホーマー、6盗塁、OPS 0.545 ということで、なかなかね、やっぱ1軍では結果が宮本選手も残していなかったと。で、今季は1軍ではですね、29試合で1割3分9厘、5安打1ホーマー、OPS 0.518 ということで、まあ、今季もこう似たような数字にはなっていたのかなというふうには感じます。ただですね、まあ、特筆すべきは2軍での成績ですね、52試合で3割4分7厘、167打数の58安打5ホーマー、15打点30三振、25四球、16盗塁ですね。BBK は 0.833 率4割3分2厘、OPS 0.977 ということで、まあ、素晴らしい成績っていうのを記録しているということでございます。まあ、抜群にいいですね。めちゃくちゃですね、打席数が多いわけではないんですけれども、まあ、しっかりとですね、内容のあった2軍成績なのかなっていうふうに思います。まあ、特に三振率に関してはですね、昨シーズンからですね、1割台になっておりまして、今季もですね、キャリアハイの1割5分3厘の三振率を誇っているということで、まあ、こうですね、ラッキーでたまたま成績が良くなっているんではなくて、まあ、しっかりとスタッツ的に見てもですね、まあ、良くなっているということでございます。まあ、さらに彼に関してはですね、まあ、打つだけではなくて、やっぱ足がある選手ですよね。非常に足も速くて盗塁もできると、まあ守備にね若干不安はあるんですけれども、まあまあそれでもポテンシャルっていうのは高い選手では間違いないのかなと。 DeNA ではですね、やっぱ勝又選手の存在であったりですね、まあ下を見てもいい育成選手で左バッターの選手っていうのが、たくさんいたので、まあ宮本選手が弾き出される形にはなったんですけど、まあ全然ね、まだまだ面白いのかなっていうふうに思います。まあ特にですね、左の代打が欲しい球団ですよね。そこから見ればですね、まあ結構ですね、まあ、需要がありそうな感じはいたします。まあ、そういうところをドラフトでしっかりと補強できなかった球団とかはですね、まあ、育成契約とかならですね、全然手を出してきてもおかしくはない選手なのかなっていうふうには感じますね。はい。というわけで以上5選手でございました。最後ね、さっとまとめて終わりましょう。はい。ではまとめていきましょう。今日見ていったのはですね、ソフトバンクの中谷選手、真砂選手、楽天の岩見選手、オリックスの西村選手、そしてですね、DeNA の宮本選手ですね、計5選手が、リリースとなっておりまして、まあいいんじゃないかなという選手でございます。
まあやっぱね、こう、第一次と比べるとですね、まあ全然こう、層の厚さが違うなっていうところが、率直な感想でございます。2軍でしっかりと成績残している選手が、こうリリースされていました。例年と比べてもですね、まあ外野手に関しては結構ね、面白い選手が多いのかなっていうふうには思いましたので、まあこっからね、何人か、まあ育成も含めですね、契約に至るんじゃないかなっていうのはなんとなくありますよね。年齢的にもですね、今日ご紹介した選手は全員30歳以下っていうところなんで、そこもね、また魅力的なポイントかなっていうふうに思います。まあ今いる球団ではなかなか活躍はできなかった選手たちなんですが、まあ今後ですね、どのような需要があるのか、11月8日ですね、トライアウトの結果もね、含めてどうなるか、要注目でございます。では今日は以上ですね。よければコメント等いただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。